フォロワー増えるのはマイクロチップっぽいですけどね。うん、まあ、この陰謀論さんは協力っぽいですけどね。あ、なるほど、いきますか。レベル3なので、はい、ほんでもういっぺん休めばいいですね。はい、ストレスはまあ上がりますが、はい、まあでもこっちでも上がるので、はい、ここは攻めましょう、攻めましょう。だいぶやばいアイドルになってきたよね、これとんがったアイドルになってきましたよね。やばくはないけど、とんがったアイドルになりましたね。陰謀論アイドル、陰謀論アイドルっていなかったよね、今まで。僕が陰謀論に強いからついそっちに流れてしまいました。でも実際あのアメリカなんかで性犯罪、かなりね、重度の性犯罪を犯した人間にチップを入れるっていう州は少なくともあるはずですよね。確かあったと思いますよ、あの繰り返す人はね。そんな話は確か本当だったと思います。俺も埋められてた、怖い。俺もチップ埋めたよ、怖い。セーフ、はい。脳波を運んでる、怖い。まさか俺も操られてる。アムロール、アムロールなんか、もうあなたの腕の中に。あ、脳じゃないんや。脳ほど怖くはなかった。ゼロ。遠隔作業、怖い怖い怖い。これダメでしょ。これバンされますよ。これは。あるわけ。眠れなくなる。よかった。これ結構ふわふわそうな気するな、一時的には。今はね、ディストピアだ。ディストピアだ。うん。天使だ。はあ。毎秒救済して、ハースタイム、うん、怖かろう。そんなにするんだよね、本当に怖いね。あ、うまいこと相対化してやるな。でもな、お、なんか深いこと言ってるぜ。焦点、焦点って何って今度は出てけへんね。疲れ、楽しかった、笑点笑う、応援してるよ。笑点いいですね。笑点いいですね。来た、あ、そうですね、来た。もうちょっといっぺん休息取ります、ここで。はい、はい、ゆっくり休みましょう。ここの川、お金入ってるんですかね。全然分からへん。分かんないですよね。最近私頑張ってない、頑張ってるでしょ。頭撫でても、いや、撫でてあげよう、うん、クリックで頭を撫でてね。これでちょっとでもストレスが減ったら嬉しいけどな。めっちゃ頑張ってるよね。ええ、あ、またもっとしてる。あまりストレス減りませんね。よし、ラブ、そうですね。あ、はい、喜んでる。よし、どうしましょうかね。休息ですね。がっつり寝ちゃう、寝ちゃうと、明日まで寝るにしましょう。明日まで寝る、とりあえず、はい、もうだいぶ減ります、これで。はい、もういいです、大丈夫です。8万6000まで行きましたから、うん、よく寝よう。やっぱりな、医者やから次健康管理すごい気になるよね。やっぱり嫌やね。僕もうミュージシャンになってんだけど、医者でもあるね、やっぱり。なるほど。やっぱりどうしてもこのストレスをコントロールしてあげたいっていう、なんていうのかね、はいはい、方へ行くよね。あかんな、血やな。ベッドに入ると辛いことばっかり思い出して寝れる。ああ、そうか。あ、この時にディパスをあげたらよかったんかな、このタイミングで。あ、まあでも、あの、これは一応、というお話をしようというネタが見つかる。ああ、そういうことか、そういうことか。ああ、それは素晴らしい、はい。だって不眠の人結構多いもんね、自律神経障害的な。これは最高かよ、うん。
でいいですかね。素晴らしい、最高ですよ、最高かですよ。もう2回打っといてもいいぐらいですよ。でしょ。はい、じゃあ下に進む。さあ投下、私これからも積極的に頑張るから応援してね。でも頑張って、おすごいまともになって、なんでこっちまで頑張る、ないこれ、どっちかしか選んだあかんのこれ。普通のアイドルみたいなことを言い出してすごい、うん、なんでこっちまで頑張らないといけない。それは一番の方がまだギャグとしては通用するの違う。ああ上がギャグですか、ね、うんうんうん、うん、ああよかった、ちゃんと受けてくれた、はい、大丈夫っぽい。そんなに頑張りたくないしな、うん、これはいや最高かでいいんとちゃいます。最高かで、うん、ギャグで、なんかはい、大丈夫っぽいですね、うん、はい、笑ってる笑ってる。お、ちょっとストレスがやや降りましたね。まあ、50まで来ましたね。うん、まあ、50までね、うん。そうだよね。そうか、それでいいか。はい。闇度は30。で、昼間どうするかってことですか。はい。遊ぶっていうのありますね。遊ぶは、ゲームか。あ、そうか、コミュニケーション。まあ、ネタにはならないですね。ああ、そうか。ネタはもうちょっと欲しいよね。まあ、あるに越したことはないですよね。じゃあ動画にしますか。動画にしますか。で、動画しましょう。ストレスをちょっとだけ減るから。すごい。なんかツイートがバズるよ、ね。バズりますね。めちゃめちゃバズってますよ、これ。はい、いい言葉やんね、しかも、うん。好きなことを楽しそうに話している動画っていいよね。それで見ていて生並びもなお良いよね。はい、あの私そういう動画をまさにこれは名越先生の YouTube。 もうねもうみんなありがとう。もうこの頃日記なんてもう完全に僕の興味の対象を言ってますからね。でもそれなりに自分では気に入ってるんですけど、皆さんもしよかったら見てくださいね。あ、ちょっと待って、これ読まんなかやん、はい、ちぎしてる。そうだからね、一説によるともう学校いらないんじゃないかっていう説まで出てますよね。これだけ効果的に学べるのは。僕もそうですよ。あのエマニュエル・トッドのなんかいきなり僕が知りたいことが満載で、はい、一から授業を受けるのの10回分ぐらいすっ飛ばして、うん、いきなりエマニュエル・トッドのその翻訳本とか、はい、オーディブルで聞いてたら、はい、もう要するに学びたいところからその人のレベルに合わせて学べるという意味では、うん、その何あの一貫したグラジュエートしてくる授業よりはずっと上ですよね、うん、なるほど。そこは、はい、だから要するに何かって言ったら、まあ、中学高校大学っていうその、まあ、いわゆるその中でも高等教育っていわゆる高校大学はコミュニケーションっていうものにもっと特化しないと、はい、あの全然国やあの民族は栄えないですよね。本当にコミュニケーションですよね。ただ情報を積み上げても意味がない。そうそう、だって情報のワープができるから、はい、ネットは、はい、ネットとかあるいはオーディブルとか本もそうやけど、本なんかは買いに行かない。今はもうあのデジタルで買えるじゃないですか、はい、しかも飛ばし読みできるし、うん、だからコミュニケーションですよね。コミュニケーションの中での豊かなもの、すごい深いもの、あるいはタイミング、これを使うタイミングみたいなものを学ぶところにもっと特化させないと、はい、ところが結構ね、こんなことで批判と思わないでくださいね。でも先生の中にコミュニケーションがかえって下手な人が多いって噂もあんねやんな。なるほど、うん、はい、でも僕はそんなこともないと思うけどな。特殊なコミュニケーションをする、特殊っていい意味ですよ、うん、特殊なコミュニケーションをする先生は結構いると思うんですよ、うん、オタク傾向の人も多いから、はい、なその特殊なコミュニケーションと特殊なコミュニケーションがパチッと覆ったら、すごいなんていうのかな、エネルギーのなんていうのが炸裂が起こる可能性もあるし、うん、とにかくコミュニケーションと出会いですよね、はい、コミュニケーション出会い、うん、これにもっと特化しましょう、はい。
はい、私も高野山内閣、総合大学、それから、今年から龍谷大学の客員やってますけど、はい、本当にそれ思いますね。でね、学生たちはみんなね、やっぱコロナ禍でも長い間コミュニケーションすごい求めてますね。すごい求めてる。だからそこです。何を僕なんてね、本当はそれがなかったらね、あの集まってる意味ないですよ。意味ないんですよ、うん、一層そうなってると思いますよね、うん、コミュニケーションというものはとは何なのかっていうことを、うんうん、なんでこんなゲームをしながらこんな話になってるんでしょうか。すいません、はい、申し訳ない。お宅の話をしてみようかと、まあ、というネタですね、はい、私もバカで低学歴でハゲでメンヘラな私、ハゲが見たか、必ずハゲって入れるよね。でも結構こういう人ってハゲでメンヘラな私なりに興味あることについて調べた知識を喋ってみ、いや違うんです、それがすごいんですよ、うん、それがね本当にね、もうレディレイン、もう君はね、レディの方は L やからレディレインレイン、君はね実はすごいものを知識教養の上でも持ってるんだよ。僕いろんな人にこれ言うねん、はいはい、こういうことで劣等感めちゃくちゃ持ってる人全員に、 あなたはもう宗教で宝石のような知識教養を持ってるんだよ。なるほど。ところがすでに持ってるのに、それは学校の勉強ができないからアンダーグラウンドに行って、違うんですよ、アンダーグラウンドは進んでるんですから、うん、それ逆だよって僕は言うんですよね。いやいや、ほんまにもうすいません、でも本当そう思うんですよ。もう本当に今あの数の自分になりました興味のあることについて調べた知識を喋ってみたら、もうどんどん喋ってほしい、はい、ほんまにいいですね、うん、なんかちょっと元気そうでよってよかった。そう、なんか雨の日の教室とかしません？はい、レイニーデイスクールとかなんかそんなんしません適当な発音しましたけど今よし、お宅の好きそうな話解説してみると、どん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 マネージャーの僕の思惑通りになってるやん、考えたらこれ手のひらの上に乗っかってる今レインが、はい、でもということはどっかでガーってもうえらいことになるのちゃう？ちょっと怖いですよね。怖い。このね、これはねトラップですよ実は。なんか何かし今レインは君の手のひらの上に乗っかってると君は思ってるよねってこの向こうで作者はねにんまりしてるんですよ。これちょっとね脇を締めていかないと。ではちょっとこれね、あの爆弾としてはやっぱりあの裏垢問題がありますから、ね、そう、本当はこれマネージャーとしては裏垢やめさせなきゃいけない話ですよね。そうでもそのやめなさいって書き込めないからね、はいはい、この微妙なコミュニケーションでそこへ持っていく、はい、まずはオタクについてかな。これについてはいろいろ読んだことがあるからね、やるぞ。あれちょっと待って、これ爆弾じゃない、オタクについてっていうことをオタクが話すって大丈夫これはね、なるほど、これはね結構危ないんですよそれは俺じゃないって言われる、オタクっていうね、はいはい、一般名詞になってる、一般名詞をまあ大きすぎるんですよ、ね、そう、そこがね、それこそほんまにエムラルトッドみたいなものを持ってきたり、はい、バタイを持ってきたり、フーコを持ってきたり、そういうこの思想家的なものをポイント彼女が持ってきたりなんかで、まあそこまでいかなくても、もうちょっとなんかサルトルは昔こんなこと言ったんだよみたいなことをやると、これはこれでいいんですよ、うん、一般化されてるあの知性そのものやから、はい、でもね知識のレベルでそれをね個人に落とし込むということほどのね、うん、ある意味知的トラップはないよ知的ってね、あんまりトラップ少ないようでいて、そこはトラップですからね。ちょっと危ないかもしれない。これ図に乗るなよ。うん。でマネージャー図に乗るな。まずはオタクについてかな。はい、やるぞ、はい。はい、どうしましょうかね。とりあえずはオッケーぐらいにしときましょうか。オッケーぐらいに、はい。オッケーか。ちょっと不満そう、うん、そうで、ちょっとヒートアップしてるっていうのを彼女なりに考えるんじゃない？ OK かって、はい、うん、はい、じゃあこれはこのままにしときます、はいはい、というあたりで、はい、今日は終わっときますか。終わっときますか、はい、あ、これ一応説明が出ます。これはストレスは精神のダメージで、うんうん、ためすぎると女の子は特に大変なことになっちゃうので、うん、インターネットがどんどん怖くなっちゃうか、ストレスですね。でも OK かっていうことは彼女はもうノリノリやったんやな、はい、ほんのちょっとやっぱり16度の水じゃないけど26度ぐらいの水をかけとくのはいいでしょう、はい、すねあたりに。面白いですね、好感度のピエの気持ちの大きさだよ、うん、
軽いと悲しいけど愛は重すぎても難しい。そう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 、ちゃんとバランスよく愛してる。今のところいいんじゃないですか。まあ73、まあ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 、はい、闇度は闇であり闇だよ、うん、この数字によって現実への適応度が変わるよ。ゲーム中というより超天ちゃんの未来に関わるかもね。で、あ、これをが上がっていったら、はい、それこそ闇垢がバレたりすんねや。あとこれ一応マルチエンディングゲームらしいので、はいはい、ゲーム中というよりって言ってるので多分これの数字でエンディングが変わる、変わるんでしょうね。深いなぁ、もう森やな森。これは精度はどこですか。こんなんで良かったですか。いやいや面白いです、ね、僕楽しむままに楽しんだんですけど、いっぱいなんか皆さんの気分を害させたようなことがあったらごめんね。いやいやいや、一個人としてこれは楽しませていただいているので許してください。ちょっと怪しいの一回夕方に進みますか。はいはい、もちろんもちろん夕方進んでください、はい、はあ、私のこと好きな人って70億ぐらいしかいません。 すごい自信満々。まあふざけてるんですよね、うん、割とどうでもいいとか言ってますか。いやいやちょっと待ってくださいよ、はい、これはね、はい、ここで心の広さを多少は、はいはいはい、OK ぐらいにしときましょうか。 OK、 大きいです。でも逆にそれが冷たいとか言われたりしてね。こう、あれ？あ、返事ない、返事ない、まあ大丈夫、うんうん、なんかこのストレスがやや高いのがね気になるんですよね。あるいはデートしてあげたらもうちょっと好感度上がるのかな。お出かけは、でもお出かけするとこれ夕方からだと次の日になっちゃうので、うん、あ、そうですか、はい、分かりました。ほんなら、まあ、ストレス下げるんであればゲームか、ゲームか、あとコミュニケーションでもイチャイチャ、あ、ちょっとコミュニケーションしますか。はい、コミュニケーション、うん、はい、モロハの剣ですけど、はい、いっぺんやってみましょう、はい、試しに。怖がってばっかりもいられへんから。あ、何で何でしてある、はい、はい、一生は一生だよ、絶対開けたりしない。あ、ちょっと近づきすぎてるのかもしれないですよね。77はちょっと危険だ、うん、ちょっとグラグラして、でもこれもまあ勉強やから、はいはいはい、私のは開ける可能性があるかもしれないがなんてね。あ、でもまだこういうことを言ってるから ここら辺がマネージャーとの距離としてはマックスですよね。マックスですね、マックスですね。ああ、こういうこともあるんや。だから70代後半はちょっと危険水域かもしれませんよね。そうですね、はあ、はあ、勉強になるな。なるほど、一応80点なんかさ、はい、iPhone の充電みたいに80いっときたいとか思うやん。思うけれどもあかんねん、危ないんですね、これあかんねん、はい、うわ勉強になるな、70代後半はあかんと、はい、まああかんではないけど、はい、ちょっとブレーキ踏んどかなあかんっていうことや。気をつけないと、うん、危ないですね。その自分がスターになるっていうことよりも、はい、2人の関係の中に足を踏み入れそうやんね、うん、うわすごい、最後に大きな学びがありましたね多分ですよ、多分ですよ、はい、うん、まだ客観性はもちろん担保してくるけどね、はい、レインはね。どんな音か、それなりにします か、 それなりますか、うん、面白い、大丈夫、これ何でしょう、よくわからない、あ、アブクは見えます。じゃあ配信します、はい、いいのかな、はい、結構いろいろ選択肢がありますが、さっきやったエンジェル解説のオタクとはがあって、うん、やってみたらボスロリですね、ボスロリのコスプレ、うん、あと PR 案件、あ、これやった方がいい、 PR 案件一変しますか、いますか、あるいはゴスロリ、ゴスロリはなんか減るんですかね。あ、すごい増えんね、やってみたわ、ストレスが、ストレスはでも同じぐらいですね、ここ。あ、じゃあ案件、 PR 案件にしましょう、 PR 案件いきます、はいはい、はい、8万にもなったからね、はい、いいんじゃないでしょうか、十分頑張れ。頑張れ、案件ですよ、案件、お仕事なの、いいんじゃないですか、来たー。
企業案件あんまり企業言いないとつまらなくて、それも必ず言うんです。まあ、消すほどではない。うん、そうですね、うん、こういうやつはおるやろうと予測できるからね、はい、コラットマジってどうなんやろ。でもそうするよ、見せたら面白い。イン開始。まずそう、いらない、大丈夫、いらない、いらないもしょうがないですかね。消します。まあ、もうちょっと様子見ましょうか、はい、やってしまったやってしまったやってしまった。これほらほら、これすごい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 事故。これあれやんね、つまり青汁か。これ人間のもんじゃねえ、新型のどういう組み合わせだよ。怒ってる怒ってる。いや、ある意味これ宣伝だったんちゃう。企業涙目だ、ほら、あ、炎上不可避めちゃくちゃ面白い。好きなんじゃないでしょ、とっても好きなんじゃないでしょ。いいじゃないですか、いいじゃないですか。これ俺やったらいいと思うけどな。逆に買いたくなった、ほらお金が来ないだろうな、辛いな。お前らの反応でも見るか、炎上不可避。ガーン、これストレス上がったかな。おいしいおいしい、偉いプロやね、偉い、最高の PR 来た。両極やね、いいと思うよ僕。これはなんかフォロワーはめちゃくちゃ増えそうです。うん、これいいと思うよ。あ、そんなに増えなかった、逆に本当にやばかった。あ、でもめっちゃバズってる、本当にやばかった。こんなことない、バズってやりますよ、うん、はい、じゃあ下にペンに全部飲ませようって言ってるはい、はい、ストレスちょっと増えました、ごめんね。 あんだけでもちょっとおかしいよね、あんだけブエーって吹いたら、はい、10万増えそうやけどね。10万もいかないけど3万ぐらい増えそうやけどね。はい、うん、まあいいや、収益化が通りました、ね、やった、はい、お金が入ったってことやね。よかったよかった、はい、これで進んでいける。家賃が払えるから出ていく必要ない、はい、そうか、お金が入った分そんなにフロア増えないというバランスかな。いやいや、これは収益化っていうのは多分YouTube の収益化みたいな話なので、あ、はいはい、要するに継続的な企業案件じゃない方だと思います。なるほどなるほど、それで家賃が払えるようになりましたね。よかったね。これはラブですか、それがこれラブにしましょうか。ラブにしましょうか、はい、頑張ったもんね、はい、これは何、喜んでるってことなのかな、よく分からへんねんこれまあいいやこれで、はいはい、じゃあ明日に進んで終わりましょう。はい、はい、ありがとうございました。いやあ、面白い、はい、10日間もやったよ、はい、なんか、はい、まあちょっとどうですか、10日やってみて。面白いですね。でもはい、だから僕のある意味、まあまあ専門家としての偏った、はい、その臨床経験あるじゃないですか、偏ったって臨床経験で大体偏ってんねんけど、内科の先生やったらいいばっかり見てるとか、肝臓ばっかり見てるとかね、僕はその心療内科先生、そこから読み解いて、でも治療してるんじゃないじゃないですか、ギリギリを保たせて、毒も薬も全部そのチャンスもピンチも使って、この前とプロジェクトですよね、彼女を有名にするというよりも、このまあ僕はあえて雨って言わずにレインって呼んでますけど、レインプロジェクト、このレインプロジェクトを成功させるということに入ってるわけで、全て僕の経験が活かせるわけじゃないんですよ全然。活かせるの半分ぐらいで、あとの半分は自分がマネージャーだったら、あるいは小さいプロデュース会社の社長やったらという観点、そこのこの湯加減がものすごく面白いですよね。ここはどう考えるべきなんか、ほんならもうこれすごいきつい言い方してごめんね、つまり生かさず殺さずにならざるを得ない。そう、そのままやったら金魚ちゃんが
可愛くこう水槽で元気にやってる時々、はい、陸の上にパッと上げて、はい、ジタバタさせてまた危険って入れたり、はいはい、ちょっと水温上げたり下げたりして、はいはい、ああ死ねへんかったよかった、あちょっと心臓マッサージまでいかへんけど、はい、ちょっと大丈夫かみたいな、そのあたりがいやー面白いというか難しいというか、うん、そんな感じですね、はい、これこんなん初めてやわ。だってドキドキ分ゲームの時は、はい、ひたすら自分であってよかったじゃないですか、はいはいはい、そうですね、ひたすらぼっちんだったらどうするかっていうことで、はい、どうです、前のストーリー俺についてこいっていう感じでやれてたんですよ、はいはい、ね、これは生かしていかんなあかんわけ、で生かすだけやったらあかんね、はい、適当に追い詰めて、はい、彼女の中の能力をガッと引き出したり、はい、魅力を引き出すためにいろいろ考えんなあかんわけでしょ。だから初めての経験でございました。これ先生の出足 の分析があったと思うんですけど、はいはい、ちょっと統合されてないというか、はいはい、落ち着く場所がないっていう印象もあんまり変わらない、全然変わらないですね、変わらないですね、はい、うん、ある種そのマネージャーであるぼっちんを合わせ鏡のようにして、はい、共造っていう言い方は間違ってるんでしょうけど、はいはい、その相手が安定している、そして、程よい距離を取れているっていう、その中で初めて自分が安定するしかない女の子ですよね。なるほど、うん、いや危ういね。まあその好感度が上がりすぎては怖いっていうのもちょっとすごくうまく描いてる感じですよね。描いてる、はい、75過ぎたらちょっと危ない、ちょっとなんか危険なセリフが出始めますよね。いやそれは、はい、まあそこを突っ切っちゃう人もいるのかもしれんけどね、で80いくつでバランス取っていくっていうもう剛腕マネージャーもいるのかもしれんけど、それはやっぱ危険だと思うな、うん、かといって60ぐらいでいつまでもしてると彼女の内側からのこのなんていうのこぼれ落ちるような魅力が出ない可能性もあるでしょう。分からへんけど、やってないから分からへん、でも60ではダメでしょう。それがどうかっていうことですよね。自分はこうだったけどこうだったみたいな意見も聞きたいですよね、はい、うん、なんか自分は55好感度55で維持して、はい、なんか7ヶ月ぐらいかかって20万人突破しましたとかさ、よくわからんけど、はい、そんなことはないか。はいはい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、これもやっていきましょう。はい、はい、名越康文 TV シークレットトークよろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいなこういう感じの気を実はやりたいな。Bye.